どうも、構図です。今回ですけども、AKB48 10枚目のアルバムタイトル未定の完売状況第1販売、第1販売第3次受付終了時点ということで、ちょっとあの完売数動画ですね。はい、いつもおなじみの、小栗ゆいちゃん、第1販売3次で、全日程完売オンレと。いや、僕もね、あの今回の第1販売で初めてね、あの落選出ました。ゆいゆい外れちゃったね。1時2時で抑えてたから、あの行けないってことはないんだけど、そう、日程的にあの行けない日程が変えなかった日程が出てきちゃったな。まあこれはもうマジで第2販売の1時全突破ですね。村山由里さん、小栗ゆいさんのお宅は、あの第1販売で買えなかった人は、今回の第1販売の決済漏れが必ず第2販売であるので、まあそこで、まあ多分買えてもわずかなんですよね。決済漏れがそんなバカすか出るわけでもないので、であのユニバーサルさんは決済漏れしたらブラックリスト即入れますよって言ってるんで、って考えると、まあね、もうラストチャンス賞みたいなもんですけど、まあ第2販売の第1次が、ね、村山由里さん、小栗ゆいさんのお宅は、まあ、重要になってくるかなと。まあ、ただ初速の速さは、ね、村山由里さんに分がありますけど、ゆいゆいもとはいえ3時で完売はすごいな。で、倉野ちゃんが42分の12と、だからじわじわ来るね。だから村山、小栗、倉野の順は変わらないね。で11月23が極小、オンラインは完売御礼と、初日でも1部2部6部は未完売で埋まり方に差があると。小栗ゆいちゃんは鍵開け鍵閉めの部から売り出す傾向。あ、小栗ゆいちゃんの最後は僕がしたいんですのあれですね。だからあれなんじゃない、もうゆいゆいのファンはみんなあれなんじゃない、小栗ゆいちゃんの初めてと小栗ゆいちゃんの最後は僕がしたいんですがのタイプのオタクが多いということ。それどうなん、でもまあ面白い傾向で、メンバーごとにまあそういう傾向はあるでしょうね。ついてるオタクが違うから。そしてズッキーと佐藤愛理ちゃんが、極小が2部で出ると。ズッキーは現地の極小が1部2部初日の鍵開け、から出てると。で佐藤愛理ちゃんは、オンラインが極小出てる、鍵閉めが出てると。そして八木あずきちゃんも極小オンライン出てると。7部鍵閉め、16期は現地からの傾向、村井まぐりが売り切れた後の販売から人気メンバーの数字がオンラインから動き出すという傾向にあると。あー、なるほどね。まあオンラインのがその部の中の販売枚数が少ないんでしょ。現地のが多いということだから、まあオンラインのが、まあ、売り切れやすい、わけですよね。要は100人オタクがいたら現地はね200枚売らなきゃいけないけど、オンラインは100枚でいいってなったら、みんなが1人1枚買ってたらオンラインは売り切れるけど現地は1人2枚買わないと売り切れないみたいな、まあそういう感じでしょ。だからオンラインの方が売り切れやすいということですよ。まあで16期現地から、確かにね、田口真中さんもそうだしね、現地の方が売れてたもんね。だから現地とオンラインのバランスがいいんだよな、16期はな。まあだからまあちゃんと現場に来るファンを抑えてるということじゃない。まあその村山小栗くらのはもう別格として、まあそして八木あずきちゃんすごいね。いや、ちなみに僕もまあこんなね完売動画上げてますけど、ぶっちゃけ第一販売が肝だと思ってるんで、もう第一販売でほぼほぼ予定を決めようと思ってるんで、今せっせと買ってるんですけど、誰を買ったかはあえて言わない知りたい人いないでしょ別に、俺が何買ってるか。完売数的には村山小栗完売、倉野ちゃんも完売が出てると。でズッキー、佐藤愛理ちゃん、八木あずきちゃんは極小が出てると。そして、小宮山遥さんは3分の3フル部完売というふうなところですね。まあすごいね。もう神セブン
神セブンまで行くとまだ分かんないな。小宮山晴空さんはちょっと例外だもんね。卒業決まってるからっていうのがあるから、すごいね。上位6人までは今出揃ってると。次極小をつけるのは誰だというところですね。花田芽衣ちゃんがね、どの部で何着てどういう髪型しますよっていうのをツイッターに上げてるんですけど、ああいうのすごくいいですよね。ちなみに僕はあのサイドポニーとベレー帽がお気に入りなので、あのメンバーの髪型というか、3割増しで可愛くなるってずっと前から言ってんだけど、あの女の子はサイドポニーとベレー帽をかぶる、サイドポニーにするかベレー帽をかぶるかで、3割増しで可愛く見えますよっていうのを俺ずっと言ってる論者だからさ。そうで、ちゃんと花田芽衣ちゃんはベレー帽の分もあるし、サイドポニーの分もあると。ただそのなんだっけ、サイドポニーの分はねオンラインなんだよね。オンラインってどうなんですかね。僕はオンライン本当にねあんまりなんですよね。触手が動かないんだけどさ、さすがにその好きな髪型してるから買わざるを得ないかなとも思ってるんだが、難しい難しい。オンラインはどうなん、あの視聴者の方で最近のオンライン事情知らない、そのコロナ禍はさもうそれ以外の選択肢がなかったから、僕は別にオンラインやったことないわけじゃないんだよ。やった上で嫌だっつってんだよ。あんまり合わないなと思って、やった上で、オンラインを経験した上であんまりオンライン合わないなみたいな思ってるから、あんま買ってないだけなんだけど、でもなんかあれなんでしょ、その部であの10名はなんかサイン会に当たりますみたいなのがあるんでしょ。なんかなって感じだけどね。どうなんですか、そのオンライン楽しいです派の人の意見を聞いて、ちょっとオンラインモチベを高めたいまであるな。ちょっとぜひオンラインよく買う方はあのコメントいただけると嬉しいです。はい、まあそんな感じかな。さて僕は誰を買っているのでしょう。あとは誰言ってほしいとかあればな。でももう俺の興味があんまりない子は行ってほしいですって言われてもちょっとあんま行く気になんないけど、そうはい、まあそんな感じで、まああれだよ、早きや11月23日にさ僕が誰買ってるかっていうのがバレるので、ぜひお楽しみにという感じですね。はい、いかがだったでしょうか。ぜひでチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。